ル競争の決勝です。近畿高校記録、京都高校記録20秒41、大会記録は20秒98です。それでは決勝に進出いたしました8名の選手、ご紹介申し上げます。第2レーン村上君を特に、第3レーン細部君、京都高位、第5レーン野口君、洛南、第6レーン松本君、綾部、第7レーン井上君、洛南、第8レーン古賀君、紅葉、第9レーン池藤君、洛南。以上8選手によりまして男子 200m 競走の決勝です。21秒20、追い風 2.1 メートル。